イスラエル軍は11日、地上侵攻するレバノン南部での軍事作戦中に、ユニフィル・国連レバノン暫定軍の要員2人を負傷させたと明らかにしました。イスラエル軍によりますと、兵士が脅威を認識して発砲したところ、ユニフィルの監視所にあたり2人が負傷したとのことです。イスラエル軍は10日も監視所を攻撃していて、要員2人が負傷していました。 イスラエル軍は新イラン民兵組織ヒズボラが意図的にユニフィルの拠点近くから攻撃しているためと説明し攻撃を正当化していますこうした中、フランス、イタリア、スペインの首脳はイスラエル軍を非難する共同声明を発表しすべての平和維持要員は保護されなければならないと即時停戦を求めました。また、アメリカのバイデン大統領も 国連平和維持部隊を攻撃しないよう呼びかけました。